カップアイスの蓋など女子でもこっそり舐めたりするものなのですが、どんな風に舐めるのかリアでやってみてください。あと舌の長い女子はエッチだと聞きました。長いかどうかも見せてほしいです。カップアイスの蓋は必ず舐めます。こんな感じであと私舌が長いんですよね。はい、なので性欲強いエッチな女子ですこっそり舐めますよこんな感じでは、でも結構長いと思います。でも舐めるとなんかもったいないですもんね。あの蓋に結構びっしりついてると、はい、なのでしっかり舐めちゃいます。エッチをする相手に求める条件として1番目と10番目と73番目を教えてください。でも1番目は、なんだろうな。相性とかですかね。1番目はまず、相性かな。あ、1番目大事なものが、あそこの大きさ。私は、小さい方が好きです。はい。大きい人はダメなので、まあ、小さめな人っていうのは、まあ一番重要かなって思います。10番目は、ルックス？73番目は、なんだろう。あ、体毛の多さ。結構どうでもいい、私にとってはどうでもいいけど、やっぱ少ない人が好きですやっぱね、するときも少ない方がなんかくすぐったくないかなと思ってでもどうでもいいです